言ってるけど、家ではめちゃめちゃ優しいんです。営業妨害、こいつ。女神さんもしかしたら神すぎて、この世をあまり知らないかもしれないですけど、はい、ピザはこの世で一番高貴な食べ物なんで、覚えておいてくださいね。かしこまりました。はい。大丈夫です。私、圧きつくない?大丈夫。視聴者の皆さん、大丈夫。私の圧正しい。いや、一応ほら、総長やってるからさ、多少圧かけないと、なんていうか、こう、わかる。設定的にあれだからさ、まあ、ファッション圧かけてっけど、大丈夫。大丈夫。視聴者の皆さん。今日、私も緊張してるやん、なんか言えよ、女神様なんかね。女神は、ねえじゃないよ、落ち着いてんじゃないよ。なんかね、女神は当たり前に緊張するじゃないですか。本当に初めてらしいですからね。初めてですよ。コラボというもの自体が初めてとお聞きしましたからね。そう、そうなんですよ。まあ私緊張してたわけなんですけども、はいはいはい、すごいね、総長はやっぱりもう緊張とかでないだろうなってっていうのも思ってたし、こう意外とこうざっくばらんというか、行くぜみたいな感じだと思ってたんですけど、行くぞー！そう、ね、いい意味ですごい繊細で、すごいこう人の気持ちを多分組まなくてもいいところまでこう組めてしまう人だから、はい、営業妨害、帰れみんな聞いて、みんなこうやって外では荒れ狂ったふりしてるけど、家ではめちゃめちゃ優しいんです。はい、営業妨害、こいつ家帰ってボコボコにするすごいね。明日もし女神が配信して顔が腫れてたらすまんな照れちゃってんだみんな。そう、女神一個だけさ、一個だけちょっと業務連絡してもいいです？あ、業務連絡ここで。そうそう、私の腕がさ、女神かぶってるからさ、裏にしてくんねえ私女神のボディの裏に私のこう体を入れてくんねあー、いいくるくる、そう、腕がじゃあ顔にかぶっちゃうから、ね、いいのこれで、かカメラかぶっちゃうから、よくないよ、こうしてあなたのチャンネルですからね、うん、くるってあー、おい、ひっくり返せよ。お前の顔が見えなくなんだろこらー、わからねえやつだな、こいつは、まったくはいはい、これでいいんでしょ。こうやってね、なんかわかんねえやつだねとか言ったってね、そういうことか、あ、そう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 、裏ではね、もうね営業妨害、営業妨害、後でボコボコ、ケツ3つに割る。そんなことね、もうね、気にしなくてもいいんですよっていうことをね、すごいね、営業妨害で髪の毛坊主にするフォローしてくれてね、はい、営業妨害あーもう後で背中に炭掘るダメですあらあら、恥ずかしいですか？恥ずかしい、まあ、恥ずかしいっていうか、まあでも私もね、緊張しますしね、やっぱり人様のチャンネルにね、遊びに行かせていただくときは、やっぱりそちらの空気を壊さないようにっていうのはね、ちゃんと意識しておりますとも。素晴らしい、さすがですね。そんなもん今日は気にしないでぶっ壊しに来たぜ、不良だからな、ヨロ。って言うじゃないですか、皆さん。外ではこうなんですけど。おい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 、私は